まず、新型コロナに感染し、苦しんでおられる皆様方に、心よりお見舞いを申し上げます。我が国は感染者数の増加はなお大きいものの、これまでのところ、諸外国に比べ、感染状況を低いレベルに抑えることができています。 これも、国民の皆さんのご協力、医療従事者、介護従事者、保健所や転疫所の職員の皆様をはじめとしたエッセンシャルワーカーの皆さんの必死のご尽力のおかげです。改めて、心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。私は総理大臣に 就任以来常に危機管理の要定である最悪の事態を想定してコロナ対応に当たってまいりました特にオミクロン株については発生当初から慎重の上にも慎重を期すという考えの下で対応を行ってまいりましたオミクロン株の科学的な まあ、性質が明らかとなっていない、まあ、状況においては、そうでなければ、国民の皆さんの命を守ることができないと判断したからであります。そのオミクロン株については、WHO が懸念すべき変異株に指定してから約3か月がたち、諸外国での治験の蓄積も含め、 科学的性質がだいぶ明らかになってきました,また国民の皆様のご協力により足元では全国的にオミクロン株の感染拡大のペースが落ち着き始めています、まあ、現在36の都道府県で先週と今週の比較において数字が1を下回りすなわち 感染者の数が減少に転じています東京都でも9日連続で感染者の数が先週比で減少に転じているという変化が見え始めていますもちろん専門家から指摘されているように遅れて重症者数が増加するリスクがあり今後とも 警戒感を緩めることなく、最大限の緊張感を持って対応してまいります。まあその上で私はコロナ対策の基本姿勢、慎重さは堅持しながら、同時に第六波のまあ出口に向かって徐々に歩み始める、まあすなわち次のフェーズへと段階的に準備を。 進めてていいくべきであると考えています本日はこうした考え方について国民の皆さんにご説明をさせていただきたいと思います。